光のアロマティックトークイズパッチダウン。よーよじゃあ田中終わりました。はい、7番お吉村。吉村、おととい何をしていましたか。おととい一日、ああ携帯、昨日もおとといも収録っすね俺は。はい、はい、収録でした。普通に何の収録でした。パチンコ天国と地獄という番組でした。ああ面白い番組ですね。おめえが言うと角が立つね。野郎俺パチスロー打ってました。プライベート。ええ、何水戸黄門寝台の水戸黄門寝台なんですか。ええ、パチスロー8日の週に導入されて楽しかった。そう、超無理ゲーかなって思ってツイッターに最近のパチスローは奇跡の求める量が多すぎるみたいなツイートをして、ちょっと皮肉を、皮肉を、アイロニーを、アイロニーをね、聞かせてみたいな。はいはいはい、ボーイですね。投げやりなアイロニーね。そう、そうなんですね。木村さんはどういう。俺ビンビンでした。ビンビンの収録。あの面白い番組。はいはい、あの人気のある番組だ。なんか4人ぐらい、5人だっけ。4人です。6人。でも4人。俺それ茶化さないです。本当なんで。何を。一番人気あるんで。あ、なんも。身内ネタだろうどうせ。同じようなメンツでさ、代わり映えのしねえ、何年も何年も同じことやって、え、だから大変なんすよ。まあそうだね。あれもだろう、ね、どんぐらいやってんの。8年7、8年やってますね。本願になりますか。なります、ね、もう、そう考えるとすごいね。飽きない。あの要は、うん、そのこの3、まあ、お二人とやってるのとは全然違うんですよ。その対峙の仕方が、うん、要はもう、うん、はっきり言っちゃうと素人さんです。ちょっとちょっと、いやいやいや、要はその辺の人を、うん、あんちゃんを捕まえてきてやった。嘘だよ。いや、じゃあやってみりゃ分かるじゃん。分かりますよ。もうオープニングでも会話になんないんですよ。ああ、え、4人前は。この間ディレクターとちょっと、うん、その終わりで飲んで、うん、で誰も演者がいなかったんで、うん、そういう話をみんなしたんですよ、何人かで。いや、すごいっすよ、やっぱり。それを、うん、その素材と実際の出来上がったのを見せてあげたい。あ、はいはいはい、うん、まあ、とにかく予測不能なんですよ、うんうん、だその面白さなのかなっていう。なるほど、なるほど。じゃあ飽きることとかないんだ。いや、大変、常に大変、うんうん、まあ、わかるわ。確かにね。やっぱあれなの、それぞれの持ち味というか見せ場を作ってあげようみたいな。均等にっていうのはありますね。均等にってあるんだ、やっぱり。だってまあ例えば中竹の武道だけ行っててポロリがって言ったら、うん、さあポロリにちょっとっていうのはありますよね、うんうん、へー。中竹くんとか本当に好きなことしか喋んないもんね。いや、ですごいんですよ、その なんつうんですかね、返しとか、うん、例えばじゃあトークのコーナーとかあるんですけど、うん、もう完全にこれがオチっていうのをスパーンって最初に言っちゃうんですよ。で、言っちゃって、あーあって俺は思ってるんですよ、うんうん、あーあっていうところに中竹が乗っかってくるんですよ、うん、そうね。で、変な方向に流れてったのに武道が乗っかるんですよ、うん、これどうすんだろうなって。いや、どう考えてそのテーマだってこれオチじゃん、うん、で、俺も事前に話したんですよ、うん、あの、まあこれなんだなっていうのを言うんですよ。じゃあ、もう分かるじゃないですか、それで、うん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 、で、俺、だから俺を最後にして振ってるわけですよ、うんうん、はいはいはい、なんかある、はいはい、そしたら、え、君せんえ分かる、分かる、えってなるじゃないですか。それ、じゃあまあほっといて、うん、で、まあそのまま行って最後にまた話せばいいやって思うと乗っかってくるんですよ。ああ、なるほど。そうね。で、違う方向、違う方向行くんだ。いやー、もうほんびっくりしますね。へー。中田くんと武道くんは止まらないよね、調子いいと。やっぱパチスローとかパチンコの話がメインなの。いや、そのまま4人で。じゃあそうでもない。で、俺に対してこう言ってくださいプライベートのことがわーって、まあ、うん、メッセージも、まあ、乗っかってこう言うじゃないですか、ね、で、じゃあお前はどうなってポールで感じです、うんうん、
ふてくされて、いや、なんもないっす。で、終わっちゃった。いや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 、ちょ、待って待って、最悪じゃん。なんで。いや、意味がわかんないんですよ。だからその意味のわかんなさが、うん、なるほど。だからそのお決まりの、まあ、こうやったらこう帰ってくるっていう、うん、予定調はない。確かにね。どんなボールが返ってくるかが全くわかんない。そうね、いや、いいね、それで成り立つからね、うん、でも好きなことやってね。それは中田君の話ですよ。そうそうそう、キムさんじゃない、なくて周りの人たちはさ、俺の負担は一個に減らないです、うん、あ、でも木村君を見つけたのが才能だよ。あ、それは逆説的にはありますね。ビンビンやっぱり木村君いなかったら、まあ無理だもんね、あの3人で何かやっても。じゃあこの間も、うん、まあ北海道あって、うん、それをまあ素材がすごく多かったので3本に分けましょうって言って、うん、じゃあ奇数になっちゃうんで、うん、あの次も3本にしましょうって、この間海行ったんですよ、一昨日です、うん、そのとき三浦海岸行って、まあ3本に、まあ実際に多少長めには取りますけど、うん、3本にするんで、まあいろいろ考えてやってくださいって言ってんのに、はいはいはい、ポロリは不適されて天手順ってなったんですよ。一度も席を立たずに。で、中田家はずっと同じ花ですよ。こう、ピンと打っただけ。ムドは北斗セブンをずっと打ってるだけ。うん。なるよね。俺しょうがないですよ。海行くしかないですよ。一人で。俺もう打ってしかないですよ。もう絡みって連れ出してとか、コンビニ貸してとか。いろいろやって。いや、言われてんじゃん、もうちょっとさとは思いますよ。で、俺だけで、まあ、そんな俺だけ出てたって、うん、で延長するじゃないですか、うん、で、まあいいですよ、それで、じゃああとよろしくお願いします、そんなんなくていいです、うん、せめてお疲れ様とか俺だけ一人出してんじゃん、乗り場ですよ、ガチの乗り場ですよ、だから俺のお金行くわけですよ、お金さん負けですよ、なのに、で、まあ控室があったんでワンボックスでこう、うん、で戻ったじゃないですか、終わったよ、お疲れっつったら無言で国民泣くやつだし、切れないの、そういうの、もう、いや、もういいや、もういいや、もういいや、あ、しょうがないや、なん、へえ、すごいな、優しいんだね、うん、そんなことじゃない、昨日はそうですよ、昨日、まあ、ある収録で、うん、ね、まあもう女にはいなくなってもおかしくないやつを、しょうが、うん、まあこれなくなったらまずいなって使ってるやつ使ったわけですよ、うん、でもあまりにも昨日ひどかったんで、うん、ちょっと別にきつく言ってないですよ、うん、ここはこうしてこうしなさいよ、うん、よろしくね、お疲れ様でしたって送ったの、昨日送ったんですよ、うんうん、既読のままずっと返信来ないんですよ。男性女性、女っすよ、あ、女性、バカ女っすよ、へえ、そんなことあるんだ。いやでも偉いよ、そうやって送るのが偉い、うん、ね、俺なんかお疲れした、また機会あればよろしくお願いします、かっこ多分ないだろうけど心の中でお疲れした楽しかったっす、あ、そうね、これ何でしたっけ、完全忘れた、完全田中は終わりましたよ、田中の次で内池さんが7番って言って、7番何ですか、ちょっと思い出そう、吉村まで言いました、ね、そう、吉村思い出そう、言わないでよ、言わないで、探っ、おととい何をしてた、あー、すごい、あー、そうだ、おととい何をしてた、そうだ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 、すごいね、すごい、完全に忘れてたね、リポートして、うん、あ、なんか、いや、うん、あ、関係ないよ、そんな、もう回していいっすよ全然スマホいじりながらいいっすよ、そっからスタートっす、はい、もう回してください、ニュースチェックして、あ、マイクです、あ、そうだ、おい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 、あぐらの後はスマホかいなんだそれ、本番中にみんなピシッてね、緊張感持ってやってんのに、ピシッとしてない、してないよ、してますか、皆さん、なんだろう、お腹さしてる、まあ、皆さんピシッとします、腹が出てるだけで、そう、出てる、そうそうそう、出てる、はい、ね、あと今日はあの、なんか鼻あんまやんない、やってない、お酒の力だ、お酒の力お酒の力だ、お酒の力を借りて頑張っておりますよ、僕ら頑張ってますね、さあ次のお題でございます、うん、木村さんですね、はい、じゃあ3番、お、最近あった小事件、小事件、小事件、大事件じゃないですね、小事件なんですね、あ、小事件、なんだろう、俺、はいはいはい、俺、おふくろが
北海道であの死ぬまでに札幌ドーム行きたいって言い出して、なんか前にもおっしゃってましたね、行ってたのね、飛行機乗りたくないから電車で、電車で、はいはい、でやっぱり調べたらどう考えても飛行機の方がいいっていう結論になる。調べる前から分かってる、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 当たり前じゃん。俺はもう一回親に説得したんですよ、はい、そしたらお母さんもう電車のチケット取っちゃったって言うんですけど、それ4月なんですよね、で横行くのは6月なんだけど、あれ電車のチケットって一月前しか取れないですね。そんな見えすいた嘘つくよ。嘘だったの？お母さん、電車って1ヶ月前しか取れないんだよって言った。いや、お母さんいつだってそんな気持ちなんだよっていう、ね、どうでもいい言い訳で押し切るっていう正直。最悪じゃん。そう、お母さんどうしても乗りたくない。息子に嘘ついてまで乗りたくないんだ。だからもう、じゃあもうしょうがないっす。お金はお母さんが出すっていう。いや、お金だけの問題じゃないでしょ。だるいっしょ。それ三谷さんどっから付き合うんですか？俺は東京から。あ、東京から。東京からでも7時間かかるんだよ。そうですね。で函館北斗ですもんね。そうそうそう、からさらにかかるんですもんね。へえ。飛行機だと6000ぐらいのあるんだよ、その時期だと。片道でね。安っ。安いでしょ。へえ。っていうのを説明しても、まあ親孝行ですからね。お母さんお金持ってるからって言いました。ばあちゃん、ばあちゃんち売れたからって。あ、売れたんすか？ばあちゃんち売れたの。あ、よかったっすね。そうそうそう。ばあちゃんち売れてラッキー。売れないかと思ってた。そうね、ラッキーでしたわ、ね。まあそれは確かに正直です、ね、正直、本当どうでもいい正直だね。奥さん正直、俺何にもないですけどね。いや、俺あるあるんですけど、うん、ちょっと保険に関わるというか。え？北海道、うん、ビンビンの城があって、先月か、3泊とかで行ったんですよ、はい、で、まあ北海道っていうのは暴飲暴食の限りを尽くしたんですね、うんうん、もうジンギスカンとか生で食ったんですよ。あったまったぐらい。うめえな、これうめえ、ほんなら焼くのもったいねえよ。まあ翌日からですよ、うん、お腹壊した。俺、うん、お腹を壊すこと、まあめったないですよ。めったないよね。ないですよ、ないですよ、ないですよ、ないですよ。なんですけど、もうビンビンの実践の時にもうやばかったんですよ、うん、もう行って、ちょっと握手会みたいなのがあったんですけど、途中で抜けたぐらいです。ちょっと、っていうのがうわあって、で、まあまあそこは何度かこの、で、まあ少し復調してきたなっていうのがあって、うん、翌日その来店をして帰る、うんうん、まあトイレおしっこをしたんですよ、うん、で、あ、おなら出そうだなってやったら、もう完全うんこ。俺生まれて初めてです。え、初めて？初めて。あ、いや、ガキの頃、小学生とかありますよ。小学校低学年とかは寝ぐそとかありますけど、初めてです。嘘。いや、あれ、わかるわ。あったかい。どうしたの？ね、で急いで個室入って確認した。まあ、まあ、案の定なんですよ、まあ、そうですね、はい、これでも、まあ、スーツケースがあったんですけど、もう預けちゃってて、うん、遠く近くにないんで、うん、もう急いでパンツを脱いでウォシュレットで洗って、うん、そのパンツを捨てて、うん、ノーパンで。わかる。あ、もう仕事してるの。仕事したっていう。へえ。その日はノーパンライト。珍しいね、お腹壊すの。俺初めて自分のアナルを信じられなくなったら、生まれた初めてですよ、本当に。初めて漏らした時そう思います。いや、もう、俺ほんとびっくりしたんですよ。それ小事件じゃないじゃん、結構な大事件じゃん。まあ、でもね、結構な大事件よ。一回出すと慣れっこになってきて、小事件になってくる。それって結構あるもんなんですか？僕結構ありますね。そのあるっていうのは、あるっていうのは、おならだと思ったら、あれそれは、あの、俺、で、その、それで勝つ、いや、思ったんですよ、うん、活躍金がいるみたいな、そういうものなのかなっていう。分かる。え、それは年齢を重ねてからですか？でも30ぐらいから。そんなことないっすよ。データ取り行ってて、遅刻しそうで走って、ああ間に合った、ふってケツ、ちょっとクッてなったら、ふって、あ、これなんかやる感するなって思って台を押さえた後、ダッパ出て、その日はノーパンでデータ取りとか。じゃあ、その普通なんですね。あんま、よくはたまにあることなんですね、三谷さんにとっては。僕は
結構ありますね。結構。それ奥さん絶対ない。ないの？ない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 。マジ？聞いてても怖いわ。だからそれ初めてそれになった時に分かんないですよ。そのいくつ、50なのか60なのか分かんないです。うん、それ初めてなった時は本当にショック受けます。まあ、自分のアナルが信じられないなっていう。でもやっぱナンバーで書くってなると力入ります。それ入りますよね。入るの。そりゃそうですよね。あとねやっぱりそうなんだよね。2回で終わったなんて2回目の言語そんな良くなかったからって思ってて、ね、仕事が2回目で来なくなった。そこでなんかシビアだなって思って、そんなもんなんですかと思うけどね。2回目来たのは1回目良かったからかなと思って。あとナンバーって